1892年、アメリカ合衆国大統領選挙は、ニューヨーク州のグロバー・クリーブランドが、現職の大統領ベンジャミン・ハリソンを破って復帰し、アメリカ州の中で唯一帰り咲きを果たした大統領になった。クリーブランドは1888年の大統領選挙では、一般投票で、ハリソンに勝っていたが、1892年では、一般投票。 選挙人投票ともに勝利した。クリーブランドはまた民主党から3度続けて大統領候補に押されたことでも初めてのものであり、その後はフランクリン・ルーズベルトの4回連続しかない。ウィリアム・ジェニングス・ブライアンは3度候補になったが、連続ではなく、すべて敗北した。共和党の指名候補者ミネソタ州ミネアポリスで開催された共和党党大会で、 現職のハリソンが容易に候補再指名を受けたが、前回一致ではなかった。ハリソンは、指名に必要な536の第二院美容を獲得したが、前々回の指名候補者、メイン州のブレインが183票、4年後の大統領オハイオ州のマッキンリーが182票で3位という結果だった。ニューヨークトリビューンの編集者ホワイト・ローリードが、現職の副大統領、 リーバーイ・モートンに代わって、全会一致で副大統領候補に押された。民主党の指名候補者入りのイシシカゴで開催された民主党全国大会で、グローバー・クリーブランドが618の大議員票を獲得し、3回連続で大統領候補に指名された。他の指名候補は、デイビッド・ビーヒルとホレース・ボイエズであった。アドレイ・スティーブンソンが652の大議員票を獲得し、 アイザック・ピー・グレイ、ジョン・エル・ミッチェル及びヘンリー・ウォッターソンを破り、副大統領候補に指名された。他に3つの党が候補者を立てた。金止党は、ジョン・リドウェルを大統領候補に、ジェームズ・クランフィルを副大統領候補に指名した。他の2政党は初めて大統領選挙に打って出た。人民党は、ジェームズ・ウィーバーとジェームズ・フィールドの組み合わせで、社会主義労働者党はその看板候補として、 サイモン・ウィングとチャールズ・マチェットの組み合わせで出馬した。1888年の選挙の時と同様に、自由貿易主義の民主党と保護貿易主義の共和党の間で、関税問題が大きな相違点となった。その他に、金本位制の問題があり、人民党は、銀の高価中造を増やすことで、高いインフレを要求し、南部や西部の負債を抱えた農夫に恩恵を与えることを、 特に強調した。クリーブランドは強く効果に固執し、東部の銀行家や実業界からの後ろ盾を得た。もう一つの問題は、労働問題であり、カーネギースティールの大きなストライキはピケを張っていた、者たちと武装した警備員の間の戦闘で終わり、共和党政権に対する労働者の反対を活気づけた。人民党が、 西部の州をいくつ加勢したが、南部は民主党支持のままであり、工業の進んだ。北東部の州もクリーブランドを支持に回って干渉し、アメリカ合衆国議会も両院を民主党が支配した。この選挙には、ノースダコタ州、サウスダコタ州、モンタナ州、ワシントン州、アイダホ州及びワイオミング州が新たに州に昇格し、44州が参加した。データの出典 ワルター・ディーン・バーナム、プレジデンシャル・バラッツ、1836,892pp247 から57。青字は民主党、赤字は共和党、緑字は人民党が勝利したことを示す。数字は、得票率の差。得票率差5%未満、カリフォルニア州、0.05%オハイオ州、0.13%ノースダコタ州、 0.50%インディアナ州、1.29%デラウェア州、1.35%ウィスコンシン州、1.68%カンザス州、1.81%ネブラスカ州、2.04%ウェストバージニア州、2.44%モンタナ州、2.66%イリノイ州。ありがとうございます。